皆さんこんにちは。今日もお昼がやってまいりました。というわけで今日昼飲みしようかなと思ってますよ。今日の企画は1000円おつまみシリーズね。1000円でおつまみ買えるだけ買うっていうやつね。今日はこのスーパー行きます。はい、スーパーマルハチさんです。では参りましょう。はい、皆さん買ってまいりましたということでスーパーマルハチさんで1000円分の惣菜買ってまいりましたよ。まあ結論から言うと996円分買ってまいりました。ただしそのうち3円は袋代、スーパーの袋を買ったんでその分引くと993円ですね、おつまみの金額は。では早速始めましょう。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、札幌ビール園サマーピルスですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。はい、こんな感じです。ちょっと泡多めかな、まあいいでしょう。ではいきます。全国の皆さんご一緒に乾杯しましょう。今日も昼から乾杯。うまい。今日は外めっちゃ暑いからね、やっぱりキンキンに冷えたビールはうまい。そんな感じです。はい、そしてスーパーの惣菜一品目はこれ、見ての通りのしめ鯖。これね、いくらかっていうとちょっとビビるよ。これね、これ1パック128円税別ですけどね、これ安いよね。では早速ちょっと切ってきますね。少々お待ちください。はい、しめ鯖切ってきましたよ。美味しそうですね。これ128円やからね、安いね。では早速いただきますよ。はい、醤油につけてわさびをのしていただきます。わさびも醤油もこれは家のやつですよ。いただきます。はい、これはビールに合う。はい、もう一切れいただきますよ。このしめ鯖結構うまいよ。こんなん128円って意味わからへんよね。うん、うまい。はい、そして次はこれ、これは磯辺風タコの天ぷららしいですよ。これで1パック196円税別。これも安いよね。こんなん100円台で売ってるってさすがスーパーマルハチさんやね。ただちょっとこれね、惣菜なんで冷めてるからね。まあ今日は家で食べるんでこいつにまた出てもらいましょう。はい、今日も出ました屋台横丁さん。これで焼いて
食べていこうと思います。はい、では屋台横丁で焼いていきますよ。やっぱり熱々で食べたいからね、こういうやつは。揚げ物はね、屋台横丁で炙ると揚げたてみたいになるからね、ほんと不思議やけど。では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じかな。はい、いい感じに炙れたね。ではいただきますよ。まずはお皿にとってですね、そしてこれをかけていこう。これって何かって、はい、ご存知、わさびの美味しいお塩。これで食べるとうまなるからね。はい、ではかけていきますよ。はい、こんなもんかな。これで絶対うまいはず。やばいねこれ。はい、タコの天ぷら。うん、タコもでかいね。これうまい。これは間違いなし。はい、さらにもう一個いただくよ。これも美味しそうやね。いい感じになるよね。ほんと衣がサクサク感戻るからね。ビビるわ。はい、これもわさび塩をちょっと多めにかけさせていただいたよ。はい、うん、うますぎて1本目終了。そんな感じです。はい、2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりうまい。はい、そして次はこれ、見ての通りの串カツ盛り合わせ。これやばいね。結構入ってるよ。8本入ってんのかな。8本入ってて398円、税別。そしてソースもついてますよこれね。はい、もちろんこれも冷めてるんで屋台横丁で焼いていきます。はい、焼きますよ。これはうずらやね。そして揚げ物の王様エビ。そしてこれが豚ヒレかな。そしてこれが豚玉ねぎ。ようわからんけど、この4種類2本ずつ入ってますよ。ほんと安いね。こんなん飲み屋で頼んだらめっちゃ高いからね。では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じかな。まずはこのうずらの卵から
いただこうかな。これ美味しそうやね。そしてついてたおたふくソースにつけさせていただくよ。おたふくソースはうまいからね。はい、ではいただきます。はい、やっぱり串カツとビールは相性最高やね。そんな感じです。はい、そして次はこの豚ヒレいただこうかな。これもやばいね、美味しそう。もちろんおたふくソースにつけさせていただきます。めっちゃ熱々。はい、これはビールが進むくん。はい、そして串カツの王様エビいただくよ。はい、このエビやばいね、絶対うまいよ。おたふくソースもうまいわ。とやっぱり串カツはおたふくソースやね。あ、ちょっと口ん中やけどしたよ。それにしてもやっぱりうまい。はい、次は豚玉ねぎいただきます。ほんとうまいね。スーパーの串カツでもやっぱり揚げたてみたいになるから、屋台横丁でやるとめっちゃうまい。いただきますよ。わ、いうこと Nothing。 ほんとこの串カツもうやばいね。こんだけ入って398円、安いわ。まだ次もあるけどね、その前に聞いとこ。サルキチ君、今日は何飲んでんの？それどうしたの？なんかいいビール持ってるみたいやけど。はい、サルキチです。やーちんさん、これはですね、キリンラガービールですよ。サルちゃんの一番好きな苦いビール。これどうしたかっていうと、前にね、そこの冷蔵庫から盗んでサルちゃんの秘密基地に隠してたやつです。それで今日幼稚園さんと差しでね、なんか1000円惣菜で飲むって言うから、もうサルちゃんもなんか張り切って飲もうかなと思って、この隠してたキリンラガービール出してきましたよ。そして今飲んでるっていう、そういうわけです。幼稚園さん、今日はバンバン飲みましょう。もう行くとこまで行きますよ。とことん飲みましょう。そんな感じでめっちゃ張り切ってるサルちゃんです。以上。サルちゃんめっちゃ張り切ってるね。
もうそしたらもう今日はとことん飲もう。そんな感じでバンバン行くよ。では次のおつまみ紹介します。はい、そして次のおつまみはこれ、半日分の緑黄色野菜が取れるほうれん草のごま和え。めっちゃ体に良さそうやね。俺も結構年いってるからちょっと体のことを気遣ってるよ。そう、それでやっぱり野菜ものもいるかなと思ってこれ入れときましたよ。これは税別で198円。198円で半日分の緑黄色野菜が取れたらいいよね。ではいただきます。はい、ではこのほうれん草のごま和え、美味しそうやね。いただきますよ。昔子供の頃はこういうの大嫌いやったけど、もう還暦間近のおじさんなんでなんか結構好きになったよいただきます。ビールがめっちゃうまいやっぱり今日暑いからビールうまいね。まだまだどんどん行くよと言いながらふと時計に目をやると、まあ結構まだまだ早い時間なんですけど、尺がね、この動画の尺が長なっていったんで、そろそろ撮影は終わりたいと思いますよ。まあこの後おつまみいっぱいあるんでね、さらに飲んで食べてやっていきたいと思いますよ、サルちゃんと一緒に。と言いながらもう終わろう。ということで今日はスーパーマルハチさんで買った1000円以内のおつまみ993円分いただきますよ。スーパーは安いからいいよね。それだけ言って今日は見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンもお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろぴくー。